違う。やべえ。間違いなく今ね、あの、すみこでパワーアップしてるのがわかるわ。これも暗くわかれるけどさ。そうっすと、リフィーズ。エムやろ、これね。もうまたあの人のこう心をもそも感じて、なお自分の心がここなのやってた、うん、まあ、ありがたくてさ、もうその無心接するものの困難。なんかあれすることすんの、絵みたいな、ね、あ、いやいや、今日、この間ついてなかったけど、毎週あるからあげる。ほんとっすか、うん、やった、うん、それじゃあ、行ってみようかな。やっぱ美味しい、しんどい、変化だ。会話の会話になっちゃって。よし、次行こうか。はい、せーの、おっす。作新太郎です。作新次郎です。今日はまたおしゃべりをしようと思うんですけど、はい、この前あの列伝の動画をね、はい、上げたら、まあ、誰も見てくれないんじゃないかと思いながら上げたんですけど、意外とあの好評だったようで、またコメントもちょっと何人かいただけたんで、あの今日またちょっと列伝とかそういうものについてちょっと喋ってみようかなと思うんですけど、あのジュロモロも毎日やってるよね、はいはい、でまあやり方、立ち方なんかこの前のところで説明したんで、今日はちょっと違った視点からで、立前するときはいつも何を思ったり、何をどう思ってやってるの？まあ、一番に脱力ですかね。脱力、うん、この保ったまま、なんか抜くみたいな、抜くみたいな感じで意識する。そうと何、思考的にはどんな感じ？硬かてえなとか。思考的には、うん、なんかやっぱ考えが変わったりするやってるときってさ。あ、まあ、でもなるべく消すっていうか、なんか何も考えん、この脱力に一点置くみたいな。そうね。で、ご意識したりしてるってこと。そういう感じ、はい、まあまあ、そういうふうにやりとかって、まあ、あの教えてきたのもあるしな。で、まあ、この間動画でもそう言ったんですけど、まあ、まず一つ目だから、まあ、僕の場合も、立ちの、あの動画でやった立ちの体勢が決まったら、まあ、とにかく自分の抜けるところをとにかく探して抜くっていうのがまず一つで、で、まあ、この前はやらなかったんですけど、もう一つが、あの、心境ですね。やっぱここも、うん、あの一緒にやるんですね。でそれが、あの緩めるぞってこう、ここ緩んでるのか、ここ緩んでるのかってこう体を緩めてこうやってても、やっぱ心がちょっと硬く、そういう感じで働くと、やっぱ緊張が入ってなるから、まあ言うと緩める部位はちょっと軽く意識しながら、心はもうあの楽しいこととかね、あのなんか幸せな、美味しいもの食べて幸せだなと思った時なんかのような気持ちになって、もう心もこう緩ます感じであのやるんですね。そうするとあのものすごくあの心心境もあの柔らかい感じとか、あのこう幸せな感じとかっていうのもこう、まあ、僕は長年続けてきたんで、そういうのも育っていく感じで、ね、一緒に。だからで、またそれがずっと続いてくると、今度そのあの自分がいつでも心境を、その一番自分のいい心境にあの慣れるとかっていう風な力もついてくるような感じがするんで、あのまたあのもしやる人は、そういう心を柔らかくて楽しい気持ちとか、幸せな気持ちとか、そんな感じをご自分で心をつ、そういう感じを作りながら、体を緩めていくっていうのがすごくいいと思いますね。で、あのこれを続けていくと、まずあのキーで体感的にまず出てくるのが、もちろん出たと思うけど、指先がまずちょっとピリピリピリっていうのなります、ね、ちょっとなんかしびれっていうか、電気が、静電気があるみたいな、ピリピリピリっていう感じが、まあ、2、3ヶ月もすれば大体ちょっと出てくると思うんですね。で、そこで、あのやっぱり、あ、本当にキーっていうのがなんかあるんだなっていう実感が、そうですね、働くよね、その時に思えるようになって、でそれをまたずっとやっていくと、そのピリピリ感が強くなったりとかって、まあ、あの日によっても違うんですけど、それが出てきて、でそれがもう何でも続けていくと、今度あの手がもわもわっと、このもっと柔らかい静電気っていうか、そんなのに包まれてるみたいな感じとか、まあ、腕全体がもうそういう感覚になるような感じとかが出てきたりするんですね。
で、まあ、なんで僕はもう15年以上やってるんで、もう4、5年ぐらい前から今度はこうやってはやってると、磁石のエスプレスとかあれのトレーニング、あれ反発するときにこう弾力性のギューッとあるんだよ。ああいうのによく似たこの空気のゴムっていうか、そういう弾力感みたいなのがここに出てきて、こう手をゆっくり寄せたり離したりすると、もにゃもにゃもにゃっていう、そんな感じとかっていうのが、まあ、4、5年前ぐらいから出てきて、もう今は毎回ではないですけど、まあ、結構しょっちゅうそういう風になるんですね。で、もうここまで来るともう木の存在を疑いようもなくなるんだよな。そうですね。で、そう。でもこの木で今、じゃあこのムニムニガム出してこれで何かするとかって、そんなことは僕は全く一切やらないんですね。木の流れさえ良くなれば、まあ、自分の体やそういうのにいいっていう、そこだけを思ってやってるだけで、まあ、この合気の技に木をなんかコントロールするつもりで何かしてるってことは今まで一回もないの。で、知らないでその木の作用ももしかしたら働いてるかも、それは知らないけど、自分の認識意識では全く木を操作するとかっていうことは一切やってないですね。で、また立ってるとこと、立つの方で足の裏にもうこういうピリピリ感とかモワモワ感とかっていうのも出てくるし、で、またこの足の裏にちょっとこう体の伸びを感じたりとか、もう最近ではもう地面と足がくっついて一体化したような感覚とかになるようになってるんですね。これももうここ何年かでなったんですけど、もうそれがもうどん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 足がもう床に粘着するっていうか、もう最近ではちょいちょいもうなんか足と床の区別がなくなったかのようにこう、そんな感じで立ってる途中でもすぐにそんな感じになったりするようになってきてるんで、まあ、それもやっぱなんか機能通りが良くなってっていうことだと思うんで、まあ、とにかくそういうのがまず効果の実感ですね。で、それで何か気候子のように何かするとかそういう気持ちはもう全く僕の場合はないんで、 それでジローをカメハメハで吹っ飛ばすとか、そんなことをするつもりはまずないんで、あくまでそういう感じと、健康にいいということで、そういうつもりでやってるし、体を緩ませるっていう、それでまた気が長いエネルギー的に発信されるものなんで、さっき心とかもいい思いを持ってやるとかってすると、まあ、何かしらこういいエネルギーが出てるかなって、そんな感じで、そういう、それで何か効果があればっていう程度ぐらいの、僕の思いで、その思いでやってるの。で、まあ、ちょっとコメントいただいた人の中で、ちょっとやりすぎて、気候では偏差、ヨガでは組んだり、症候群っていう話をちょっと知って、僕がちょっとなった、彼もなったって言ったら、ちょっとそんなの詳しくまた聞かせてくださいって言われたんで、まあ、ひどくはないんですが、僕の場合はまず一発目になったのが、とにかく、まあ、あちこちちょっと、一斉だけじゃなくて、いろんなことやって、ちょっといじくりましたんで。まず、もう普通にいると、もう、ポーっと、もう頭がポーっとなんか、ふわーっとしてる感じになって、で、足の裏がもう熱を持ってるっていうか、もう足のやり場がないぐらい、ほてってるっていうか、そんなのがあって、で、お腹はすくんですけど、いざご飯を食べようとすると、口に近づけると、もう胸が悪くなって、食を受け付けないっていう感じだよね。でけどその時ももう仕事もしてたし、夜はもう毎日体の稽古があったんで、稽古行ってるから、やっぱり肉体エネルギーを使ってるって思って、で、もう無理して食べたいの。で、それもいろいろ自分なりにいろいろ調べてみたら、なんかやっぱ気がやっぱかなり溢れてる力で、で、脳がエネルギーに満たされてる状態だから、もう食べ物をいらないって脳が拒絶するらしくて。で、そうなのかと思って、まあ、何日も無理して押し込んで食べてて、はい、でもう足の裏もなんか地面に裸足になってつけてると、もう木の放電っていうと変なんですけど、放電されるとかなんとかっていうんで、もう暇があったというか裸足になって、もうコンクリートの上でも包めるのを裸足で足置いておいたりとかしていたし、でまた急に夜中にもう寝るのは寝れたいけど、突然パッと目が開いて、そのすっ
きり目覚めて、突然やめたんですよ。で、パッと目開いて、もうすっきり爽快に目は開くんだけど、その瞬間にもう体が中から一気に熱くなって、もう全身の毛穴から汗がブワーッと吹き出て、もう熱くて熱くて気持ち悪くなくなって、で、まあ、もう夏ではなかったんですけど、もう何もない部屋行って、あのエアコンを冷房を最強にして扇風機がかかってて、裸になって体を冷やしたっていうのそういうこともあって、で、まあ、それが何日も続いてて、で、どうなるんやろこれとかって思ってたんですけど、たまたまちょっと晴れた日に空が綺麗やったんで、空をポッと何気に眺めてたら、ちょっとそこに窓を開けてたら、ちょっと爽やかな風がふんと入ってきてるの、うん、で、わー気持ちいい、この風が空綺麗って思った瞬間、ポコってなんか濡れた感じでした。で、あれ、なんか濡れたと思って、あれ、これ抜けたものおったぞって思ったら、もう本当にそれまでの症状がその瞬間に全部消えて、もう一気にお腹空いて、もうガツガツご飯食べれて、へえーって自分もこんなことってあるんやみたいに思って、